全日本卓球選手権大会は、日本卓球協会が主催で、毎年1月に東京体育館で行われる、その年度の日本一を決める卓球の大会である。大会は、一般、ジュニアの部のほかに、別開催として、ホープスカ部、バンビの部、カデットの部、団体の部、マスターズの部がそれぞれ開催される。また男子は、天皇杯、女子は、皇后杯として開催される。 全日本卓球選手権大会は日本卓球協会主催のその年度の日本一を決める卓球の大会である。大会は1935年にプレ開催。翌1936年正式に初開催された。また一般ジュニアの部のほかに別開催としてホープスカ部、バンビの部、カデットの部、 団体の部、マスターズの部がそれぞれ開催される。かつては、東京武道館で年末に開催されたが、2003年度から翌年1月に東京体育館で行われている。ただし、東京体育館が大規模改修工事が行われる、年は、他会場での代替開催となり、2012年度は、代々木第一体育館で、2018年度と2019年度は、 大阪市中央体育館で開催される。男子は天皇杯、女子は皇后杯として開催される。競技種目は男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスで、これらの種目は基本的には日本国籍のものしか出場することができない。2009年度一般の部は男子シングルス267名、女子シングルス255名、 男子ダブルス133組、女子ダブルス123組、混合ダブルス100組が参加。観客動員数は近年増え続けており、2009年度は1万5千人で、あったが2015年度は2万5千3三百人となっている。2015年度大会より、旧来のセルロイドボールより、プラスチックボールへ変更されたが、各社のボール品質のばらつきがあり、 試合直前の選手同士のじゃんけんで、使用球を決める方式ではなく統一球を導入して、欲しいという選手の要望を受け、2017年度より、本戦では、統一球が導入された。初年度は、上限ありの入札方式で同一額で並んだ、場合は抽選でメーカーを決める方式が採用され、タマスに決定した。2018年度大会は、マルチボールが採用された。 ノックアウトトーナメント方式を採用。第1ステージは11.5ゲームマッチ。第2ステージは11.7ゲームマッチ。シングルスの最多優勝は男子が水谷純の10回、女子は小屋町れの8回。最年少記録は男子は張本智和の14歳6ヶ月、女子は平野美宇の16歳9ヶ月。 1941年度から1945年度まで第二次世界大戦のため中断した。全日本卓球選手権大会と同時期同会場で行われる18歳以下の高校2年生までが出場可能なジュニアの大会である。競技種目は男女シングルスのみで基本的には日本国籍のものしか出場することができない。ノックアウトトーナメント方式を採用。 11.5ゲームマッチ。毎年10月頃に、翌年の国体のリハーサルとして行われる。その年に行われた、全日本実業団卓球選手権大会、日本卓球リーグ前期、全日本大学対抗卓球選手権上位のチームの、ほか全国高等学校卓球選手権、大会上位チーム、地元選抜チーム、ジュニアナショナルチームを加えた、 男女各12チームで行われる団体戦。1チーム3名による団体戦。シングルス5戦3戦勝。1グループ4組のグループリーグ方式を採用。勝利2、敗北1、危険例の勝ち点制により、勝ち点上位1チームとワイルドカード1チームの4、チームよる準決勝、決勝で日本一を争う。 準決勝を NHKBS1 で決勝を NHKE テレで生中継しているが2020年度は皇后、坂月全国女子駅伝中止に伴う代替編成により NHK 総合テレビで男女決勝が放送された。また2016年度からはラボライブが NHK が中継を行わなかった準決勝まで全試合を無料でインターネット配信を行っている。 ありがとうございます。